花は自分から走らせる展開できるショットっていうか2本目にはあったけど、もう一回向こうに打った理由っていうのはこっちに帰ってくる覚悟を持ってもう一回クロスに打ってるんじゃないの？クロスに打ったけど、相手を走らせる展開するパターンじゃなくて、こっちに打ったらクロスに返ってくるって思わない。なのにそれ返ってきたところを雑にストレートに展開するとこもバーってこうやって入れる感じのイメージがないままバーンって打ってんだけど。調整してコントロールする感じでボールに入っててほしいけど、あれをなんか入れる気ないのかなっていうふうな感じで見える入り方をしてんだけど。小さくテイクバックして前にこうやってコンパクトにこうやって合わせて入っちゃう、全然、そんなフルスイングするぐらいの勢いはないというか、まあレシーブはもともとそこまで振らないから、もっとちょっと小さくしていった方がいいんじゃない。ですね、浅見君は、まあこの短い時間で
どういうショットをチョイスしてって、相手のボールに対して自分はどういうショットをチョイスして打っていくかっていうところを、なんかある程度得意な形の時にはそこがハマる時もあるんだけど、なんかしっかり判断してボールに入ってって、それどういうショットを打とうと思ってるかっていうのがなんか見えないことが多いっていうか、なんかその場その場で、まあある程度そのだから自分の得点パターンっていうのをどういう形で持っていくのか、例えばまあベーシックな形で言うと3球目勝負みたいな、さっきのさ、こうまあワイドサーブってこっちにリターン返ってくる確率が低いところのフォアで打たせたらさ、ネット低いからこっち側に返ってくる確率が高くて、そこから3球目展開していく感じにしたら、主導権握れる感じってあるじゃん、はいはい、でなんかそういう自分の得点パターンみたいのっていうのがを作っていく方がいいんじゃないかっていう、そうですね、うん、まずそういう感じだった。あとリターンゲームで、まあ、深くに返して相手がハーフバウンドで処理するような感じのリターンを3球目を処理させたら次のボールが緩くなる可能性あるから、そこから主導権握って展開していくっていう形だとか、何かそういうパターンをちょっと作るようなイメージが欲しいかなって。そうですね、うん、北山くんは得点パターンみたいなのある？なんか得点パターンは得意なパターンはあって、そのクロスコートの打ち合いの時に徐々にこうアングルショットを、うん、こう角度をつけていって最後こう、うん、ダウンザラインに行って、うん、まあ、1つ目のそれ決まればっていうのと、うん、バックハンドでも同じことがあるんですけれども、バックハンドはどっちかっていうと精度がすごい高いので、うん、そのクロスとそのダウンザライン そのはっきりこう分けれることができるから、うん、なんて言うんだろう、こっちはあんまり振り回すけれど無理しないでラリーするフォアハンド側、バックハンドはしっかり打ち分けたら、でチャンス相手見たら前に出るっていうのが僕のパターンです、うん、あとは、うん、相手のこと見て、例えばそのすごいフォアハンドが良かったので、うん、あフォアハンドで勝負しない方がいいなと思ったら、うん、バックハンドでこう展開したりとか、うん、そこら辺はちょっとこう微調整っていうか、なるほどなるほど、でショートクロス、クロスラリーからショートクロス打った後ストレートに展開するときはスニークインっていうか、ちょっと自分から前に入っていってダウンザラインに展開するイメージで入ってる、そういう風に やってる、どうでしょう、相手のバランスが崩れたところで別にテンポは関係なく展開するって感じ、まあ、あんまりそうです、あんまり関係なくで、なんていうんですか、前に入りながらこうやって流れで出ていくっていうよりはこうパッて打ってみて、あ相手体勢崩れそうだって言ったら走りに行くっていうような、まあ、それで前に行く感じなんだ、なるほど、そうか、じゃあショートクロスに打つ意図っていうのは、はい、バランスを崩させようっていうことだよね、クロスクロスのラリーからショートクロスに打つっていうか、こう あのテンポを変えるっていう、バランスを崩させる意味でそのクロスラリーからアングルっていうか、ショートクロスに打ってるんでしょ、うん、あのなんだろう、ショートクロススペースが欲しい、そのダウンザラインを打つ時にできるだけその距離が欲しいので、うん、まあ、そのバランスっていうよりはその相手を追い出すポジション的に追い出したい、ダウンザラインに打つときに距離が欲しいっていうのは、その追い出すじゃないですか、うん、ただ中途半端にあのなんて言うんでしょうか、普通のクロスからダウンザラインってあまりやっぱり追いついて、うん、出したらこう逆襲っていうか、あ点むやみに甘いボールで展開したらね、あそうです、うん、それをできるだけあのなんて言うんでしょうか、そのきっちりで、あのこのアングルショット打ったら相手は絶対その警戒するじゃないです、そういうのも相手がこう、あ戻ろうとしてるのかって見ながらもう一回打つのか、あるいはこっちに打つのか、まあなるほどね、わかりました、もう一回ぐらいタイブレークぐらいっていきますよね、うん、タイブレーク一回ぐらい、はい、ちょっとだからなんか自分の得点パターンに持っていくような形を作るためのイメージを持った、なんかちょっとタイブレークやってみてください、はい。